こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。自民党、党首選に立候補するかと思われていた河野防衛大臣だが、やはり今回は見送ることとなった。麻生派にいる河野氏は次の出場するのではと、次の総理を目指すのだろうか。今現在防衛として大きな問題は尖閣情勢だろう。中国の動き次第では自衛隊の出動が急務となる。また河野防衛大臣も緊張の真っ只中となる。安倍首相もこの尖閣の問題はいつ有事となってもおかしくないと考えていた。では、東シナ海や尖閣など日米抱える問題と中国の動きを詳しく話していきますね。中国も牽制しているが、問題はそこでは。2020年8月17日から31日にかけての2週間、1971年の開催以来およそ半世紀にわたって、ほぼ2年に1回実施されている環太平洋合同演習、リムパックがアメリカのハワイ近海で行われた。今回の環太平洋合同演習、リムパックは新型コロナウイルスの渦中でのありこともあり、開催自体が危ぶまれた状態にあったものの、規模と期間を前回までより縮小する形での実施となった。前回の2018年と今年2020年とを比較すると、参加国が26カ国から10カ国、参加人員が約2万5000名から約5300名、参加艦艇が47隻から22隻。期間が1ヶ月強から2週間へと半分以下の規模だと言える。今回の環太平洋合同演習、リムパック参加国は、アメリカ、日本をはじめ、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、フランス、ニュージーランド、韓国、フィリピン、シンガポールの計10カ国だ。かつて2014年と2016年の環太平洋合同演習リムパックには中国海軍からの艦艇も参加したことがあったが、近年周辺諸国との軋轢を強めている中国は2018年から招待されなくなっている。当然2020年時点では、米中の経済戦争や新型コロナウイルス、台湾問題、香港問題などの影響から、アメリカによる中国締め出しの姿勢は強まっているが、中国が招待されていたことにこそ違和感を覚える。今でこそ、アメリカと中国の対立はエスカレートしているが、かつては、そんな中国を環太平洋合同演習リムパックに招待していたアメリカのあり方も果たして正しいものだったのかと思わざるを得ない。ちなみに環太平洋合同演習リムパックから排除された中国に代わって、その直接の脅威にさらされている台湾が今回は参加する可能性も一時期伝えられていたが、結果、こちらも不参加で実施されている。今回の環太平洋合同演習、リムパックは、規模を縮小したことで、陸上兵力の参加する演習はなくなり、かつてのような海軍艦艇を中心とした比較的に、地味な形で実施されたと映る。しかし、尖閣諸島近海での中国漁船、
公船の圧力増加に直面している日本は、新型コロナウイルスの影響で中止も予想された環太平洋合同演習リムパックを開催することを強く求めたという。今回日本から参加したのは護衛艦足柄と伊勢の海上自衛隊の2隻の艦艇で、前者がヒューガ型ヘリコプター搭載型、後者がアタゴ型イージス艦のそれぞれ2番艦にあたるものだ。主催者であるアメリカ海軍からは、やはり新型コロナウイルスの影響から大型の原子力航空母艦の参加は見送られ、航空兵力を有するのはワスプ級強襲揚陸艦エセックス1隻のみとなった。アメリカ海軍を象徴する空母打撃群の中核である航空母艦が環太平洋合同演習リムパックに参加しなかったことはなく、こうした面からも今回の実施が開催ありきを優先させたことは想像に難くない。また、2018年から実施されていた陸上配備型の地対艦ミサイルによるプログラムや実戦を想定した参加艦艇による戦闘訓練、また水陸両用部隊による訓練も削減されており、特筆すべき点には欠けたと言えそうだ。ことに日本にとっては前回2018年陸上自衛隊のミサイル部隊や新設された水陸機動団がアメリカ海兵隊との演習に臨めたことが大きな収穫であり、まさに南西諸島の防衛に直結するだけに悔やまれる。中国は環太平洋合同演習リムパックに対抗し、8月24日から29日まで南シナ海、渤海で8月24日から9月30日、黄海で22日から26日までなど複数の海域で軍事演習を行うと宣言し実行している。こうした中国をめぐる太平洋地域のアメリカや日本にとっては追い風、逆に中国にとっては看過できない事態と言えるかもしれないのが、カシミール州の国境で対峙するインドの南シナ海での動きだ。インドは2020年6月に発生したカシミール州の国境における中国との紛争で双方に死傷者が出たこともあり、この直後から南シナ海に海軍の艦艇を派遣し、アメリカ軍と協調して中国の艦艇の監視を強化しているという。具体的なインド海軍の艦艇の名称などは明らかに出ていないが、この動きはマラッカ海峡側や中国が進出したジブチ方面にも拡大されているといい、中国が重視する海上ルートに影響を与えるとみられている。これまでインドは軍備に関しては旧ソ連やロシアと深い関係にあったが、このところ政治的には急速にアメリカや西側諸国寄りにシフトしてきており、その動向にも注目が集まる状況となってきている。果たしてこうしたインドの動きが長期的に見た場合に国際的にプラスの方向に作用するのか否かはまだ判然としない状況ではあるが、南シナ海に面する小国から見れば頼もしい援軍と言えるのかもしれない。